お疲れ様です。熊山商会所属車検部いくらロコ収集課責任者兼雑務兼現場マネージャーで伝説アルバイターのアルレルロです。本日もサモナやっていきましょう。今回も武器編成の解説やっていきます。今回はステージがシェケナダムで、武器編成がケルビン525、デュアルスイーパー、スプラローラー、トライストリンガーとなっています。総合的な武器編成の評価は偏差値55ぐらいだと思ってます。駐車艇マニューバーが2枚いる珍しい編成となってます。機動力の高い単射艇シューターはいませんが、射程が長いマニューバーなので海岸の大物鮭処理も射程やスライドで対応できます。ただデュアルスイーパーとケルビン525はスライドの特徴も効果もかなり違います。このスライドをうまく使えるかどうかで鮭処理の効率が大きく変わるので、ぜひ覚えて武器を使いこなしてクリア率上げていきましょう。機動力の高い単射艇シューターがいないので金いくらが少し回収しにくいので、納品意識を高めに持っていきましょう。あとは雑魚鮭処理が得意なスプラローラー、長射程武器のトライストリンガーとバランスの良い編成となっています。で、今回の編成はあまり苦手な鮭がいないです。編成全体で射程が長い武器が多く、いろんな大物鮭に対応できます。ただ強いて言うなら鉄球と雑魚鮭です。射程が長い分編成全体の火力が低めです。鉄球は火力が低いので近づくのにも倒すのにも時間がかかりやすかったり、雑魚鮭はスプラローラーがうまく処理できないと他の武器だと雑魚鮭処理時間かかりやすいです。苦手な鮭の対処方法についても武器ごとに解説していくので安心してご覧ください。それでは実際のバイトの中で解説していきます。こちらをどうぞ。それではやっていきましょう。最初の僕の武器がデュアルスイーパーですね。デュアルスイーパーですが一発30ダメージとなっています。機動力の高い駐車艇マニューバーです。スライドが他のマニューバー系と、かなり違う特徴があります。唯一スライド後の硬直がない武器で、スライド後にもぬるっと動けるようになっています。あとは他のマニューバー系武器はスライド射撃することで火力が上がりますが、デュアルスイーパーはスライド射撃しても火力が上がらないので注意しましょう。スライド射撃することで照準レティクルが一つになるので、爆弾や柱を倒すときに狙いを定めやすかったり、あとはスライドで敵から逃げるときなどに使いましょう。スライド後に移動したり射撃をやめてしまうと、スライド射撃が解除されてレティクルが2つに戻ってしまうので注意してください。デュアルスイーパーについては以前動画で解説しておりますので、固定コメントからぜひデュアルスイーパーの解説動画見てください。で、今回は海岸の大物鮭処理と金いくら回収をしましょう。スライドできて機動力が高いからと海岸へ突っ込みすぎると危険なので注意してください。火力が少し低めなので鮭に囲まれるとデスしやすいです。周りの雑魚鮭に囲まれないように丁寧に鮭処理しながら海岸の大物鮭を倒しに行きましょう。海岸でデスすると味方も救助まで時間がかかりやすく、バイト失敗しやすくなります。海岸でデスしないように金いくらも落ち着いて回収してください。で、今回の編成で苦手な鮭鉄球と雑魚鮭ですが、鉄球は倒しに向かいましょう。鉄球倒すのにデュアルスイーパー時間がかかりやすいので、長い射程を生かして安全な位置からの攻撃を意識してください。で、雑魚鮭は味方に任せましょう。雑魚鮭を処理するよりも機動力を生かして海岸の大物鮭処理を優先してください。で、次の僕の武器がケルビン525ですね。ケルビンですが太刀打ち45ダメージ、スライド射撃が70ダメージとなっています。スライド射撃することで火力が大きく上がる駐車艇マニューバーです。基本マニューバー系はスライド射撃することで連射力が上がって火力が上がりますが、ケルビンはスライド射撃することで一発の弾のダメージが上がり射程が少し伸びます。スライドしないでの射撃とスライド射撃だと火力が 1.5 倍以上変わります。火力を出したいときはスライド射撃しましょう。ただケルビンはスライド後の硬直時間が長めです。周りが安全な状況の時のみスライドするようにしましょう。あとスライドするだけでもインクを消費するので、必要以上にスライドしないように注意してください。ケルビン525とデュアルスイーパーは射程が長く柱下から処理できるので柱処理意識しましょう。で、今回は
海岸の大物鮭処理と金いくら回収をしてください。スライド射撃をうまく使って鮭処理しながら海岸の大物鮭を倒しましょう。スライド後の硬直時間が長いのでテルビン苦手な人は海岸ではスライドしないように注意してください。納品が少し進めにくい編成なので金いくらの回収も意識しましょう。で、今回の編成で苦手な鮭、鉄球雑魚鮭ですが、鉄球は一番倒しやすいので倒しましょう。テルビンは火力も機動力も射程もあります。スライド射撃することで素早く鉄球倒せるので、できれば安全な位置からスライド射撃して鉄球倒しましょう。で、次の武器がトライストリンガーですね。トライストリンガーですが、フルチャージすると150ダメージの弾が3つ出て合計450ダメージ、そしてノンチャージパシュだと40ダメージの矢が3本出て合計120ダメージとなっています。火力が高く射程の長いストリンガーです。フルチャージすることで大物鮭倒しやすかったり、ドスコイも一発で倒せます。雑魚鮭に近づかれるとフルチャージできずに鮭処理できなくなってしまうので、安全な高台から攻撃するようにしましょう。雑魚鮭に近づかれてしまったらパシパシで倒してください。パシパシの射程が意外と長く、今みたいに柱も登らずに下から倒せます。ダイバーなどを塗りたい時もジャンプせずにパシパシで塗り広げやすいのでやってみてください。で、今回はコンテナ周りで大物鮭処理をしましょう。コンテナ周りでローラーが雑魚鮭処理してくれているので、大物鮭はトライストリンガーが倒してあげましょう。無理して海岸へ行ってしまうと鮭に囲まれてデスしやすいので、コンテナ周りで立ち回ることを意識してください。で、今回の編成で苦手な鮭、鉄球雑魚鮭ですが、鉄球は安全な位置から倒せるときは倒しましょう。射程が長く火力が高いのでフルチャージ3発で倒せます。厄介な鉄球を安全に処理できるので鉄球処理意識しましょう。雑魚鮭は味方に任せたいです。フルチャージすることで射程も火力も活かせるので、トライストリンガーが動きやすいようにスプラローラーが雑魚鮭処理頑張ってください。鮭のダムなんですけど、満潮特に危険で鮭処理遅れやすいです。なので早めにスペシャル使いましょう。特にこの金網奥の肩パッドやタワー、倒すの危険なのでスペシャル早めに切って倒しましょう。で、次の僕の武器がスプラローラーですね。スプラローラーですが、横振り200ダメージ、縦振りが200ダメージ、引きが125ダメージとなっています。雑魚鮭処理が得意なローラーです。横振りで雑魚鮭にまとめてダメージ与えられます。引きで中鮭、小鮭もスムーズに倒せたり、光バイの雑魚鮭やグリルの小鮭も引いて倒せるので引きうまく使ってください。で、今回は雑魚鮭処理をしましょう。本当にローラーで雑魚鮭処理ばかりしてていいのかと不安になる方もいますが、大丈夫です。ローラーがしっかり雑魚鮭倒していれば、味方のストリンガーがフルチャージして大物鮭を倒しやすくなります。逆にローラーが大物鮭を倒しているとトライストリンガーは雑魚鮭の処理苦手なのでフルチャージもできなくなってしまい、デスしてしまいます。武器には得意不得意があって役割があるので、自分の武器の役割を意識しましょう。雑魚鮭処理が進んでいたら納品を進めてください。で、今回の編成で苦手な鮭、鉄球雑魚鮭ですが、鉄球は味方に任せましょう。スプラローラーで海岸へ行くと機動力が低くて鮭に囲まれてデスしやすかったり、あと海岸へ行っているとコンテナ周りが雑魚鮭たくさん増えて崩壊しやすいです。鉄球危険な時はスペシャルを使うなどして乗り越えましょう。で、雑魚鮭は全力で処理しましょう。ローラーは雑魚鮭処理のスペシャリストです。ストリンガーが動きやすいようにサポートしたり、マニューバー2人が海岸からコンテナに戻ってこれるようにローラーがコンテナ周りの雑魚鮭を倒してあげてください。特に満潮の時はステージが狭く雑魚鮭がステージ上にはびこりやすいので、雑魚鮭処理強く持ちましょう。いかがだったでしょうか。今回のシェケナダムはマニューバー武器をうまく使えるかが大きなポイントになります。スライドの特徴や効果を理解して武器の強みを生かしてクリア率上げていきましょう。スプラローラーが雑魚鮭処理をするのもかなり大事になってくるので頑張ってください。
あとタツに関して簡単にお話しすると、トライストリンガーがタツの口を攻撃して、他の武器は周りのシャケ処理しながらキンイクラを当てましょう。サメライドをタツに当てると大ダメージを与えられるんですが、どの場所で狙えばいいかわからないという方が多かったです。タツは同じ場所をぐるぐる回るので、この場所はタツとの距離が近いななど覚えておくとサメライドを当てやすいと思います。ぜひ意識してタツにサメライドを当ててみてください。あとコメント欄の固定コメントにケルビンとデュアルスイーパーの解説動画の URL があります。うまく使えると活躍できる武器なので、苦手な方は解説動画ぜひ見てください。あとゼルダの伝説ティアキン配信ありがとうございました。ゼルダ前作のブレスオブザワイルドも楽しかったですが、新作のティアキンもめちゃくちゃ楽しかったです。これからクリアするまでゼルダ配信もやっていくので、ぜひ見に来てください。今日もゼルダ配信やっていきます。コメント待ってます。これからもサーモンランの動画も上げていきます。少しでもためになったと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。コメント欄で感想などもらえたら嬉しいです。自分が作った動画に対してコメントもらえると嬉しいので、ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。